強ハンマーをくらえ！お、終わった。ふぅ、さすがにびっくりした。大丈夫？デスナちゃん。一緒です。誰だって失敗しているんですよ。はいはい。ではここで先輩が私から失敗談を一つ。仲がいい幼馴染がいたんだけどね、ちょっとしたことで喧嘩しちゃってさ。元といえば私の不注意が原因なんだけどね。ちゃんと話もしなくてそのまま。もっとちゃんと注意していれば、もっとちゃんと話していれば、きっとそんなことにはならなかった。まあ、今はちゃんと仲直りしたんだけどね。それじゃあ私も失敗談を一つ。実は私、大きな船で町に突っ込んで、港を壊して混乱させた挙句、その町の偉い人たちに、故郷を助けてくださいってお願いしたことがあるんですよ。しかも特に見返りも用意してなかったんです。どれだけ身勝手な話だったんでしょうね。うん、はあ。笑ってください。くふふ、いいじゃないですか。だって レスナさんまで本当そうですね、びっくりしました。でももうメソメソしません。錬金術も人生も七転び八起き、こうおっしゃりたいのですね。ありがとうございます、ライザ先輩、シャリステラ先輩。なんか違うけど、どういたしまして。